目線を外して決める、目線を外して決める、わかる？目線を外して決める、外してから決めることによって程よい目力が加わるんだよね。そしてここ爪の先まで意識、程よい指と指の間の開け感、そうすることによって全体的に見るとこう決まるでしょ。やってみると分かると意外と腹筋にも来てる。